い、それでは、赤組は作戦会議タイムですね。はい、強敵チームを前にして作戦会議タイム。チロル君は今何人残ってるかな。6人ね。こっち何人、こっち何人。6、イーブン。うん、イーブンです。で、次で勝って抜けるか負けて抜けるかっていうような、まあほぼ五分やね。これ最後までいくね。はいはい、あ、道端さんありがとうございます。はい、お疲れ様でした。あー、さすがに腹減ったぞガチで腹減ってきたすいません、もう少しお付き合いいただければと思います。残り6人、今回参加者合計92人、1人相対ここまでやってきました。66っていうことは、なんぼや、46人いたんか。8分、うん、まあもう少しや、はい、どうぞー。スーパーマリオで言ったらやっとクッパの面まで来たとこですここは夢と現実まだクッパの面8の1ぐらい。五分、下克上なるか。さあここで出てきたアイス、空手剣人アイス。悪ゲームで名を馳せる空手剣人。私も赤パッチョのカールラで非常にリスペクトしておりますが、さあバーダスチエ、さあ行く行く、攻める攻める、ガン攻める、この思い切り、おっとここで切り返し、ワンチャントン、はい、3分の1。さあまだ分からないぞ、おっとここからの、おっとクリーンヒットしてしまった。さあ切り返す、さあここでとりあえずパナスがバースト、ちょっと守りが入ってきたが、安全に直はするか。しかしここは直がしきれず、1本目取ってたのは空手剣士。さあラウンド2、ここから追いつくよ。さあ画面端に寄せていく空手剣士、さあ遠距離ではしっかりバルカ。さあここで集団から起こすか、しっかりゲームを支配していく。ペルソナを使ってペルソナからラッシュコンボ、補正が切れたが、ここで隕石、しかしこれが繋がらない。さあ直後このセットプレーをしっかりしのぐか、しのげるか、バーストもない。さあしっかりコンボ、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 まだ入る、まだ入る。さあここで隕石、しかししっかりガード、ここでしっかり弾いてコンボ入れる、勢いでそのままいった。さあ絶対無理とのコメントいただきましたお疲れ様です。はい、ではポスコットカードの方プレゼントいたします。はい、皆さん、はい、どうぞ。はい、さあアイギスはどういったし、どうしましょう。まあ、我こそ行ける人はっていう人が出てくれるのが一番いいんですけども。
さあ正直言ってチロル君には分からないですが、はい、僕は全然キャラ相性が分からないので、はい、じゃあ、もう、ね、誰もいないんやったらあの PSR さんで呼ぶしかないんですけど、どうです、どうします、いいですか、それで。じゃあ、黒鳥さんの鳴神使いの黒鳥さん、やっ、お、頑張ってください。はい、ここに、この段階で出場していただいてる皆さん、ご覧いただいてる皆さん、大変お待たせして申し訳ございません。申し訳ございません。ただただ、平山りというところでございますが、これであと5っすか。 5? はい、ラスト5。さあ、ナルカミ相手にどういった集まりを見せるか。さあ、ここでファースト早めから使っていった。さあ、ペルソナカードでしっかりラッシュ、しっかりラッシュ、これは強い。ここをつなげて画面端、さあ入れ替わったが、やっぱり画面端。さあ様子を見ながら、この間合いが絶妙。さあペルソナ鏡で丸神が逆襲するか。しかし何としてもラインを押していく。さあ画面中央、しかし運ばれるアイギスが。さあここで十文字合わせた。さあ、あとこれだ、教室の応酬ですね。実に派手な戦い。さあこの終盤、さあ先ほどは打って変わって四分陣を使いながら攻める。さあ浮かびたが、さあしかしここでターンを戻していく。アイギス、川松健二、さあ意地と意地のぶつかり合い、バルカンで追い払う。さあ絶妙に空中ダッシュを使いこなして対空。さあフェロソナ絡めてうまく連携していくぞ。実に素晴らしい、美しい。しかし鳴神を負けてはいない。さあここでコンボ入った。画面端でどうする、実に高速の展開。さあ守りはする、これが繋がらない。しかし打撃、ここでパラシュー噛んで後ろ行き、やることない。しかしここでジオでなんとかしのいで、そうここでチャンスない。なるかみ黒鳥り破れる。さあこれ、こちらですね、ノベルティの方を差し上げます。はい、どうぞ。はい、お疲れ様です。お待たせして申し訳ございません。ペルソナ4ジ・アルティメット、はい、次イン真夜中アリーナ。よし、じゃあ僕の素人的な考えで知恵がいけそうだなと思うので、楓さん、はい、これ拒否ってもええで。そう、このキャラには知恵がいけるんじゃないかという僕の独断で。楓さんいらっしゃいます。あ、トイレ。あー、どうしましょう。多分鳴神は難しいんじゃないかなと思う。で、ちょっとクマの方は残しておきたいなっていう僕の素人的な考えなんですけど、いいっすよ、全然相談混じってきてもらってもいいっすよ。全然もう勝つために来てもらったら、僕の意見は全然当てにならないんで。大丈夫ですか、帰ってきました。あ、帰った、いいですか。あ、どうもすみません。相手アイギスなんで、ちょっと頑張ってもらいたい。はい、このゲーム稼働してからまだ9日しか経ってないんで、正直正確なダイヤっていうのが多分上級者でも分かってないですよね。この牙城をぶち壊せるか。金沢君分かる、これ全然やろ。そんな状況ですけれども。
キンバ、キンバ、いきなりキンバ。キンバ来た。さあ、バルカン。さあ、先ほどから何度も見ている光景、このテクダッシュ。炎上を続ける。空手剣士大活躍、完全封殺に近い。これはきついですね。アイギスをそんなにたくさん見ないんですけれども、やはり強いところがいうことなのか。さあここでCがターンに持っていくか。あっとここでターン切れた。さあこうなると一回きっかけを作るのがちょっと厳しそうだが、さあダメージを取っていくのはアイリス空手剣士。さあ楓知恵どこまでやれるか、ワンチャン掴みたい。終わってしまった。強い強い、バリ強い。やはりあのこれはもう赤バトル の、 あのカルラの我慢が効きましたかね。報われた感じですね。はい、ということでこれで3抜け。あ、それとノベルティですね。あ、楓さんもノベルティ、はい、グッズですね。グッズです。白組があと3人になります。ノベルティありがとうございますさんと小屋ファンクラブさんでマムルさんの3人になります。俺はこのキャラにクマとチエとナルカミのどれをかぶせていいのかよく分かってないんですけど、どうなんでしょう。僕はナルカミじゃないかなと今思ったんですけど、どうでしょうか。